はい、どうも皆さんこんにちは。西健パンチャンネルの西健です。今回ですけれども、新シリーズパンに使われる材料学編、はい、新しく始めていきます。数少ないね、製パンに使われる、食材、材料ですね、材料なんですけれども、今回はね、塩編でございます。はい、パンに塩を使うなんてね、当たり前と思ってるそこの皆様、今日はね、皆様も明日から使える、パンに関する塩の知識をですね、今日は詳しく解説していこうと思いますので、ぜひ最後まで見てみてください。塩に、ね、対する考え方がね、少し変わると思います。はい、普段はね、パン作りに関する技術製法を詳しくミラノライフとともに楽しく発信してますので、ぜひね、概要欄から他の、気になる動画をチェックしてみてください。それではやっていきます。はい、まずね、塩なんですけれども、基本的に 2% ですね、使われるのが、一般的でございます。粉、100g に対して、塩が 2% ですね。で、大きく分けて目的が2つあります。はい、まず1つ目、味付けですね。はい、皆様、塩なしのパン、また塩を入れ忘れたパンを食べたことがありますでしょうか。本当にね、味気がなくてね、まあ言っちゃあれですけど、まあまずいですよね、単純に。で、塩を入れることによってパンが、食べ物にね、ガラッと進化します。はい、美味しい食べ物にね、塩なんですけれども、まずイタリアに住んでるので、イタリアに関することからちょっと、話させてもらいますと、イタリアのね、トスカーナ州では塩なしのパンっていうのがすごい有名ですよね。なぜかというと、トスカーナ州には、塩辛い食べ物がいっぱいあるからと言われていますね。で、その他にも同僚から聞いた話では、昔はね、塩が高かったからという、理由もあるみたいです。塩が高いからパンに塩を入れない、ほんとね、どんだけパンは虐げられし食べ物なんだというね、感じがしますけれども、小麦粉と水と酵母があればね、作れるということなんでしょうか。ほんとにね、塩というのは昔は高かったそうです。はい、で、その2、世界的な法律でね、2002年に制定されたものなんですけれども、 2% は少し多いので、 1.5% から 1.8% の、塩のね、使用量を推奨しているそうです。現にね、フランスでもそういう動きがあるようで、やっぱりね、死亡要因にそういう、疾患がね、結構上位にランクインしているので、塩を減らさないとということなんでしょうか。はい、というわけで1つ目、味付けですね。2つ目紹介します。生地を引き締めるという効果ですね。はい、大きく分けてこの2つあります。で、これは塩を入れるとグルテンがね、すごい引き締まって、パン生地を引き締めるという効果があります。で、塩をね、入れ忘れるとどうなるか、説明していきます。まずね、ミキシングが早く終わる。塩がそのね、生地を引き締めない分、やっぱりね、生地をしっかりね、こねることができるので、まずね、ミキシングを早く終えることができます。生地がね、早く出来上がります。で、そして発酵にね、そのまま進むと、発酵の段階がまず早く終わります。塩がね、生地を引き締めているので、その引き締める力がないので、よりね、早く発酵が進むんですよね。で、この2つ聞くと、結構あれ、結構それメリットなんじゃないと思うんですけども、はい、それ皆さん正解です。結構これ考え方によってはメリットなんですよね。でも、このまま次にね、成形に進むと、今度ね、もうベタベタで、もうね、手にくっついて大変なんですよね。で、そのまま構わず、焼きへと進むと、今度ね、釜伸びと色づきが悪い、本当にね、しょぼいパンができるんですよね。これが問題なんですよ、塩なしのパンっていうのは。どんどんね、工程を進むにつれて、あれ、いいんじゃないと思うけども、やっぱ最終的にパンとして焼いてみると、うーんっていうね、パンができちゃうっていうのが、この塩なしのパンの、まあ問題でございます。で、最初にミキシングが早く終わると言ったんですけれども、これは本当に考え方によっては、メリットなんですよね。これは硬塩法、あとに塩を入れる方法、硬塩法っていう、方法がございます。これはミキシングの最初に塩を入れずにミキシングをスタートします。そうすると生地が引き締まらない分、早くね、生地をこね上げられるんですよね。早く、しかも楽に。これが本当にポイントで、やっぱり手ごね、皆さんすると思うんですけれども、手ごねをするときにね、最初に塩を入れちゃうと生地が引き締まって、どうしてもね、こうバンバン叩いて、皆さんこねると思うんですけども、大変なんですよね。はい、でこれを、塩を入れずに、そこを工程をしっかり、こねる。で、生地が出来上がったら塩を入れるっていう方法で、本当に、ね、楽に、パン生地をこね上げることができます。ミキサーを使ったね、バゲット作りでは、塩をね、後から入れられる方法、入れる方法っていうのが、よくあります。で、これは、こねればね、こねるほど酸化してしまうんですよね、生地っていうのは。で、酸化してしまうとどうなるかっていうと、粉の風味が飛んでしまうんです。これが結構問題なんですよね。なので、塩を後から入れることによって、ミキシングを最小限に抑える。で、塩を後から入れることによって、
メリハリがつくんですよね。その塩味っていうのが、最後までしっかり残る。最初に入れちゃうとね、ちょっとぼやけちゃうので、後から塩を入れることによって、まあ料理と同じですよね。後から入れて材料のその個性をね、ちゃんと引き立たせるっていう意味でも、公園法っていうのはすごい役に立ちます。これをね、考え方によっては、塩をね、入れない生地をしっかりこねることによって、ふわっとね、ボリュームのある生地っていうのがこねることができます。でしっかりこねた後に塩を入れると。でそういうことで生地もちゃんと引き締めて、いい生地が上がるという、ロジックでございます。で、塩を入れ忘れるっていう、悲惨な事態も起きやすいので、しっかりとね脇に置いて、忘れないように、入れてください。はい、次にその他の、特徴について紹介していきます。まずね、酵母の異常発酵を抑制するということです。とどめておくための塩がない分、やっぱりね、ぶわっとね、爆発しやすい。はい、これをね、抑制するために、よく天然酵母などでは塩をね、1% 程度入れて、長時間の発酵に耐えさせるというね、塩を入れるっていう方法もあります。現にね、今、ミラノでもそういう方法が用いられています。で、その2、それに関してなんですけれども、塩を入れることによって雑菌の繁殖を抑えるっていう効果もあります。そういうね、長時間の発酵する際にやっぱりね、雑菌も繁殖しやすいっていうこと、ことで塩を入れることによって雑菌の繁殖を抑えるっていう効果もあります。はい、その3、他の味を際立たせるっていうことです。で、これは例えばお菓子パンなどにも、よく言われるんですけれども、塩の割合は 1.8% がいいと言われています。で、塩を減らす分、その他のね、砂糖とか、バターとか他のね、材料の味がね、生きてくるんですよね。で、これは、古代小麦などにも、よく、使われますね。先日出した、シチリア島のね、ベルナという、動画を見ていただいたら分かるように、すごい特徴のある小麦粉、本当にいい美味しい小麦粉っていうのは、塩をね、2% 入れちゃうとその味がね、やっぱぼやけちゃうんですよね。なので、1% だけ塩を入れて、ちゃんとね、生地を引き締めつつ粉の味も生かすっていうパーセント、1% で作られる場合があります。で、これは本当におすすめで、まあ、食べたらちょっと物足りないかなっていう思うんですけれども、粉の味がね、しっかり感じられて、本当にしっかり美味しいパンなんですよね。ぜひね、1% で作るパンっていうのも皆さん試してほしいです。はい、最後、これ結構専門的なんですけれども、小麦粉の水和を遅らせるという効果もございます。これはね、オートリーズっていう方法があるんですけども、水とね、粉をミキシングの前に1時間程度混ぜて置いといて、水和をさせてグルテンを発展させてからミキシングを使う方法なんですけれども、詳しくはね、こちらの動画から、気になる方は見てみてください。オートリーズに塩が加えられないのもこの理由からですね。オートリーズの段階で塩を入れてしまうと、もうね、水和があんまり進まなくて、オートリーズの意味があんまりなくなってしまうんですよね。なので、オートリーズには塩を入れない。で、こね始めてからそれも後から塩を入れるっていうことによって、しっかりね、水和が進んだ生地っていうのは、作ることができます。はい、というわけでいかがだったでしょうか。今日はね、パン作りにおける塩の役割について詳しく解説しました。パンと塩、本当にね、切っても切り離せない、重要な材料の一つでございます。この塩をね、うまく使いこなせるかどうかによってもね、美味しいパンっていうのが、できるかどうか決まってきます。皆さんぜひね、この塩に関する知識を深めて、ぜひ明日から美味しいパンを、焼いてください。はい、他にもね、パンに関する材料について詳しくこれからも解説していこうと思いますので、ぜひね、他の動画も見てみてください。この動画がいいねと思ったら高評価とチャンネル登録で応援ぜひよろしくお願いします。本日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは。